はじめに、ドラッカーとは何者か。あたかも、二人のドラッカー。現代社会最高の鉄人ドラッカーと、マネジメントの父ドラッカーの二人がいるかのようである。いずれも、歴史に大きく名を残す巨人である。だが、同一人物である。2005年11月11日。 そのドラッガーが亡くなった。世界中で「虚勢をつ」と報道されたあと8日で96歳という日だった私の心には大きな穴が開いたがつい今も彼が健在であるかのような錯覚に陥る今にもファックスの音が聞こえてきそうだ文章も現在形で進みそうになる 洞察の源泉ドラッカーは1939年来大学で教鞭をとってきた教えることほど勉強になるものはないと言っていた大学院では大企業の幹部ベンチャーの起業家病院や NPO 非営利組織の経営陣に教えていた1939年から42年まで ニューヨーク州のサラ・ローレンス大学、49年までバーモント州のベニントン大学、71年までニューヨーク大学、その後はずっとカリフォルニア州のクレアモント大学院大学で教鞭をとった。その間、ハーバード大学、イエール大学、プリンストン大学、スタンフォード大学などの名門校では教えていない。教える科目が細分化され、かつ、 コンサルティング活動による経営現場との接触に制約を課される方だった。大企業、中小企業、生まれたばかりのベンチャー、大学、病院、あらゆる種類の NPO、各国の政府、政府機関、地方自治体を相手に90歳を超えてなおコンサルティングを行った。クライアント先を回る全米巡回旅行に出ることもあったが、彼が住み、 をとっっていたたカリフォルニアア州クレアモントに客が耐えることはなかったある企業は世界の最先端を走っているにもかかわらずさらに先を行くために今日の成功からいかに進むべきかを聞きに来たある企業は世界で12のシェアを誇りながらさらにグローバル化するには人事をいかに行うべきかを聞きに来たすでにテイクオフした新興国の首脳は お忍びで先進国入りの手立てを聞きに来た。内緒だが、明日は誰が来るなどと教えてくれることもあった。